て1回目の走行になります。さっきオープニングでも喋りましたが、今日はちょっとコンディションがあまり良くないので、ちょっとその状況なども、しっかり見つつですね、安全に走っていきたいと思います。さっきも、クラッシュがちょっとありまして、今日だいぶ難しいコンディションかなというふうにも思うので、頑張って出すというよりは、ちょっとですね、状況を見ながら、はい、このコンディションで、走っていきたいなというふうに思っております。では間もなくスタートになるので、頑張っていきたいと思います。難しいな。1回目の走行が終わりました。怖い。これ
いろんなチャレンジはしてみたんですけれども、ヒールトゥーだったりとか、あとはまあ雨なので、こんなにフルウェットなの初めてなので、まあそういったところも合わせてやってみたんですが、ちょっとまだ、全然、皆さんのご迷惑になってしまってるなというところが、実情としてはあります。結構大変だなというところはありますが、まだね、3回、ちょっとこの後ありますので、またそこでも一歩一歩、努力してまた練習していきたいと思います。1本目が終わりました。スピンもしましたが、なんとかまた2回目に、頑張っていきたいなと思います。いやーでも怖い。